そうだよね。うん、ユニットしたことないんですよ、あんまり。うん、5回、5回ぐらいやな。5回ぐらいだよね。うん、B2 で。5回ぶりちゃう？うん、5回ぶり。同じような赤の衣装から。そう。ジャケットが追加されました。ちょっと大人になった。そうなんだよ。花粉どんな感じってきてるけど。いや花粉症治ったからさ。治るとかあんの？ないよ絶対。いきなり花粉症なって。花粉症治るとかないよ。治ったもう。気持ちの問題みたいな感じじゃん、それは。めちゃめちゃ高いやつじゃない？うん、いいとこの柿切り。うん、おいしい。うまっ。おいしい。ねえ。花粉症治ったよ、だって同志がいるわ、うん、いたわ。チョコ食べ出したら止まらん、止まらん。そう、れいちゃんとは結構ポジション的に絡みの多いポジションで、そうそう、一番多分、うん、はるちゃんポジがね結構多いんですよ、うん、そうなんです。そうそうそういい公園やな。ね、違った良さだよね、本当に、うん、全然違うよね、うん、きっと、うん、三味線弾いてた、弾いてた、うん、あの指摘おもろかったな、うん、あの風話のおかげで面白かったわ、なんか、うん、三味線やと、これ三味線なんやの、あの大きいのをね、うん、大きいのじゃん、三味線ってなんか、うん、こういう、あ、この親指で弾いてんのか、ポンポン、あ、そういうことか、違う、なんかさ、板みたいなね、薄い確か、うん、多分ポロロロ、あ、持ってんのか、こういう板をこうやってるイメージ、うん、これなんなんこれ。カメラさっきさ、うん、ファンの方のあの、うん、公演のやつ見てたらさ、うん、あのどこの手のシーンかわかんないけど、あの私の手だけ映ってた。今日あれですね、結構ずっと長いことお世話になってるスタッフさんが多かったね、うん、今日あのDMM さん、うんうんうん、から多分ノリのいい方々でした、うんうん、あの YNN とかもいつもやってくれてる方々で、うんうん、おなじみのってな、あ、ありがとう、ちょっと待って、うん、でもなんかレイちゃんがいて、うん、なんか違和感なかった。そうやろ、うん、全然なかった。どこでも誰とでも馴染める女やから、すげえなそれ、うん、すごいわ、どこでも馴染めて誰とでもそれなりに仲良くなれるから、うん、すごいな。でもそれ以上はでも時間かかるくない？うん、でも誰とでも話は合わせられるで、あ、聞いてるようで聞いてないから。確かに、かりんとれいちゃんでも B2 になる前全然喋らなかったよな。うん、でもなんか2年半ぐらい仲良くなかったけど、ね、でもな、研究生公演とか見てたら、うん、なんかいじってたな。そう、いじってんねん。確かに、だからの、まあまあまあ記憶にないけど、確かに。でもプライベートで遊ぶことなかったんだ。そうだね、いる時間が増えたんだよね、うん、なんかしおりんか誰かにちょっと小島と2人は気まずくてって話した覚えあるら、それが今じゃ、うん、うん、うん、はい、でも私はこれよくお母さんに言われるんだけど、うん、最初、うん、多分あの子と仲良くなると思うみたいなさ、うん、あるじゃん、うんうん、なんかイメージ、うん、それと全然違う子と仲良くなる結末が多いの。あ、そうなん？だから多分れいちゃんの名前も多分その時上がってなかったと思う。だけど最終的にも今れいちゃんとしおりちゃんとしかいないから、うん、確かにと思って、うん、珍しいよな、あのお姉ちゃん、お姉ちゃんの人ってさ、お姉ちゃん同士で仲良くなるけど、そうなの、だから珍しいんじゃない。へえ、どっちも成功やもん。ケイツさんもお姉ちゃん同士で仲いい？仲いい。あ、そうなんだ。えなさん浮気者、きたー浮気者。この人たちはもうすぐ邪魔しに来るんです、配信を。突進に来ました。あ、突進みたい。そう、今日ぼっちじゃなかったから。同期の方がいるからって、そう、楽しそうにして。今もレイさんと配信したいの。確かに。え、
ミュミュじゃあ違う。カリンさんとレイさんとってことです。ミュミュさっき、うん、あの何ですか。なんか注意されてたやんか。何の？あ、宇宙人。宇宙人の時この、はい、この映画みたいになって、はい、あ、ありがとうございます。やってないやってないです。やってたよ。やってないです。やばい。やばいです。いやでもミーは基本こうだもんなって。そう確かに。下にこうやって下に。確かに確かに。え、でもね意外としおりちゃんとかもなんだ。の確かに。意外でしょ。しおりちゃんはそれにお尻が追加されてる。そう。え？ずっとゴリラみたいなお尻してるんだよ。めっちゃぶりっ子じゃないですか。プライベートでも。プライベートでも基本。あ、はい。映ってないです。何一つ。本当だ。座る大丈夫？今座り？座り、うん、はい、ありがとうございます。あやったー。今日は騒がしいわ今日も。何いつも何後輩と一緒にしてんの？うん。だから有名さんとルーカさんがいなかったらいつも一人で配信してる。かわいそうですよね。なら二人が。かわいそうだからそう二人が。何がですか？フロアの椅子見てください。そう言ったらめちゃくちゃ寂しいやつじゃん。あとちょっとしたら卒業式があるんです。中学校の？違う。何歳やわ。どえ？中学生だと思ってな？逆によく見えたなこれで。そうでしょ。逆にふは結構何回も今何年生とか何年2年生って聞かれて上にしか高校生です高2ですとかって何回も言いましたよレッスン、うん、上の見られることの方が多いんじゃん。19歳に見えるって言われて、うん、だからいつも、ね、あの学年聞いた時びっくりしてずっと中学生だから追いついてきたんだ年齢に。確かに、ね、なるほど、うん、どういうことですか。最初入ってきた時何歳だった。15、6です。あ、中3とかってこと。中学生だった。中3、高1になるってことだ、うん、だからだ、はい、びっくりしてたんだ。そうなんや。止まってんね。卒業か、すごいな、おめでとう。できそう、卒業できます。よかった、はい、うん。何の話してたんですか。何してた。え、仲良くなかったって話。あ、そうなんですか。え、知らんこと。そう、最初はあんまり一緒にいなかったね、うん、みたいな。でチーム一緒になってからいるようになったねって。そう、B2 で。やっぱ、でもチーム一緒の方がよくいるくない。そんなことない。そうですね。とも仲悪かったです。そんなことない。そんなことないですよ。そんなことない。ですよ。そうそう、やっぱチームって大きいです。全然合わなくて、レイちゃんと。そうなんですよ、そう、まあ、チーム違うから。あの1月なんて末に初めて会った。そう、あ、今日めーって感じ。そう、コロナなって年末コロナなって年明けコロナなって、ほんでそのままずっと会わなくて、うん、1月末にやっと会った。1ヶ月ぶりとかだね、うん、喧嘩してるじゃないですか、うん、喧嘩長期の喧嘩見てこの、うん、パワーちゃんどんどんしぼくなって本当だ。本当だ。どんどんちっちゃくなっていく。カリンの方がカリンちっちゃい。もう全部一番ダメな角度から配信してるから一番人間の顔がブサイクに見える角度。ミュー怒るからそういうの。あ、ちゃんとこうじゃなきゃな、はい、だから手持ちなんです。いつもアップだもんね。そうなんです、やっぱアップの方が喜ぶんで。みんな、あ、はい、やっぱもうちゃんと大違いだよ。え、でもレイさんこの間もっちゃんと泊まりしてたじゃないですか。泊まってないですよ。え、泊まったんですか。もっちゃん家には、え、私はレイさんが泊まったんです。朝帰ったけど、はい、もっちゃんはなんか泊まりに来てた。なんか泊まりに来てた。どうでした。もっちゃん、もっちゃんあの JK やったで、イエーイずっとやって、アテンション高い。え、何にも触られなかったですか。あ、触られへんかったな。猫かぶってます。あ、そうなんですか。やばいです。でも3時ぐらいにみんなで牛丼食べに行った。すごいな、元気だ。ニンニンみたいなことしてるじゃないですか。もういいだろ、眠くてもう 寝かけてたのに、もっちゃんがなんで寝てるんですか。もっちゃん何歳。もっちゃんほうの1個上で19か、はい、第1の年です。もっちゃんも若く見えるもんな、うん、いいだと大丈夫。なんか悲鳴が聞こえてきたんだけどなんか中野未来の何。リーナが残した豚汁と、あとユズが残した牛丼を残りを
自分の完食した後に食べてた。すごっ。そんなんか違うないつもと。すごいな。むっちゃんよく食べんだ。三時にそんなこと言われたことないです私。寝てます一応に。あれ？もうテンション高くなっちゃったんじゃん。全然違う。そうなんや。めっちゃ元気やってる。でもあの最初ヨギボーで、ね、寝るつもりやったんやけど、うん、もっちゃんがあのもっちゃん寝れんのって聞いたら寝れないんですって言って、うん、だからあのベッドで寝かしてあげたら、うん、5秒で寝てた。赤ちゃんみたいな、no、一瞬ね静かになって、うん、寝れたって寝るときは一番に早いんだ。寝れたっておもろベッドやったら5秒で寝る。場所で変わる。仲いいですね。その先輩とお泊まりって N の先輩でやったことないです。確かに、うん、やった。行こう行こう行こう。フリーさんの家やばいやばい。もう行ってもう遅いです。遅いです。未来さん、じゃあまずまずフマのところから。なんなんそのマスク。栗山しんちゃんです。未来さんのニット、うん、これちょっとカリンさんのとか言ってるの似てるじゃないですか。似てる。今日着てるのとケンタッキーって書いてある。ケンタッキー。違いますよ、カリンさんのケ。何の何のなんか奈良で見つけたんですよ。でケーって書いてるわ思って買ったんですよ。もうならケンタッキー。よく見たらケンタッキーって書いてある。レイさんのところ、こんばんは。カリンさんのところも、こんばんは。ケンタッキーフライドチキンの略です。もう未来はなんか卒業発表してからの方が面白いんです。そうなんです。未来卒業発表してからもう M で受けまくって受けまくって。やばいね。やばいですよ、めっちゃ受けてますよね。 M ではあのみんなファンの人もみんなで無視やで、うん、だからスルーという手を。そうだから N であんなに未来が喋る時に拍手起きるのすごい。そうなんだからよく出てくれるのか、気分がいいから。そういうことだったのか。未来とゆいのは基本、うん、ファンの人も含めてみんなで無視、うん、チームMあのチーム N の公演の時にダン の選抜発表があったの、うんうん、ほんでその時にあのユイナも出演してもらって、うんうん、ほんならあのユイナが出てきた時に半笑い、もうやめて言うの、ちゃんとユイナが出てくるだけで笑いが起きるの、すごくないそれって、うん、なんかもう伝染してるんだと思って、うん、そうか、ユイナの笑いが、そうそうそう、でユイナがその嬉しくて泣き始めた時も笑いが起きて、すごくない。何の時、その初選抜おめでとうって感想聞いてた時に、何のあれユイナ出てたん。そうユイナ最後だけ出てもらったの、はい、あ出てもらって、あなるほど、ね、そう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 、そう、はい、めっちゃおもろい。そう登場、本人登場で登場して、おお、やっぱでもその登場の時はおおだったかもしれない。でもその泣き始めたりとか、やっぱユイナの何かの動作にやっぱ笑いが起きるっていう、これはすごいキャラクターだなってちょっと感心しちゃった。大丈夫ですか。いいキャラ。大丈夫大丈夫、なんか来たらやばい。でもすごい語ってらっしゃったじゃないですか、カリンさんとのユニバー。そうです。もう一人でランキングアップし始めた。あのみんなのとこに邪魔しようと思って。あ本当だ、15分経った。さっき5分ぐらいずっと、うん、あのイーダが何も喋らんくてずっとカリンちゃんとのユイマの思い出話やってて、何があるのそんなに思い出話。ずっと喋っていいですか5分ずっと喋ってて、で、あ、レイさんのことも言ってましたよ。あ、何やってたんって、ちょっとレイさんのこと忘れちゃいました。なんか言ったっけ。言ってましたよ、思い出しました、あのホラーナイトで。あなんかいや、そう、レイちゃんはユニバに行った時に、私乗り物乗れないんですよ、ジェットコースターとか絶叫系が。でまあ、乗らせてくるんですよ。でとかホラーナイトとかのアクションとか、アクションホラーナイトのなんかやつとかも行く行く言うから行くんですよ、うん、自分が行きたいって言うからね。でも行ったら私よりビビるんですよ、これやめてほしい。でも結局ビビらへんし、違う違う、お父さんも楽しんでるから。違うの、これみんなね、経験ある人いるかもしれない、私も怖いんだけど、自分よりビビってる人見たらね。でも結局楽しいやろ。楽しいとかないの。え、もうずっとだから、楽しんでるやんか。怒ってるジェットコースターとかもどっちよりもビビるから。誰よりもじゃないですか。どっちよりも、どっちよりもって何なんですかね。そんな日本があるんですかね。誰よりもビビるから。
のジェットコースター乗れるんですか？未来めっちゃ乗れる。でも一回も乗らなかった。え、苦手ですか？苦手です。あ、苦手、はい、意外。行きましょう。行こう。何すんの？行って。え、何してるんやろ。あ、ご飯とか楽しい。やっぱそうだよね。 TikTok 撮ってました、この子。あー、はい、撮らされてました。はいはいはい、はい、楽しみ方それぞれだから。でも年パスいつでも10月まで有効なんで。あ、カリンさん明日切れるからさ。え明日切れるの？あ、同じぐらいの切れるの。明日だからレイさんも明日切れます。めっちゃ重たい。なんで把握してるんですか？めっちゃ嘘ついてるあの人。まだ2回ぐらいしか行ってない。未来は4月頭、うん、4月、ま、3月末までです。あ、じゃあ4月末の後に行こうか。やったー。年パス買うんで私。未来とでも行くときにやめてほしいなと思うことが今回見つかって、うん、あの行く前にあのちょっと前に電車で合流したの、うん、の行く前のその時からスヌーピーのでかい帽子かぶってうわー、それちょっと嫌かもしれない。嫌でしょ、はい、電車の中であの大きいやつね。ほんでカチューシャとかまだ分かる分かる分かる。でももう、うん、もうかぶって、ほんでかぶったらな、耳がちょっと聞こえにくくなるのってこうかぶってるから、だから喋るトーンがでかいの、いつもだからなんかですよねとかやめてって。あの一つ言っていいですか？私はスヌーピーカリンさんが好きやと思ってわざわざスヌーピーのやつを持ってきてカリンさん喜ぶかなと思ってスヌーピーずっとかぶってたのに。ダメなんですか？いや、そんな気持ちは嬉しいけど早いのよ、かぶるのが早いでしょ。パークの中についてからでも楽しいんですもん。もうユニバー気分なんですもん。帰り道もな、はい、ギリギリまでなつけたまま。つけてました？つけてました？昨日もつけてた、ね、昨日はあの劇場までつけてた。昨日あのハーサーと行って、あ、なるほど。スヌーピー の帽子でしたね。帽子の方だったんだけど、でもここでついてんだよ。やめてほしいですね。おもろ。やっぱ変更なんですよね。なんで変更なんですよ。変更、変な方です。変更ぐらい言うよ。本当よ、皆さん奈良じゃないんですか？奈良は変更って言います。奈良じゃないです。すみません、全員違うんじゃん、うん、ね、全員違う。兵庫、埼玉、田舎とかないの。田舎は田舎よ。田舎より多い。にゃら。わ、すごい。すごいバラバラ。誰一人大阪おらへん。え、すごい。よう成り立ってんなこのグループ。だいぶ増えてね、でも他の県の子たちが。そうやな。そうですね。県だて？県だで。変更。え、でも変更って久々に聞いたとか言ってるから。仲間奈良。仲間奈良ですよね。本当奈良じゃないんじゃないかな。なんか明先生が奈良出身の人は変なやつが多いみたいなこと言ってます。代表だ。違う、みゆきさんがいる。あ、みゆきさんか。みゆきさんとゆいなと、あ、みゆきほのかちゃん。おー、じゃあ生き物もこういう道に進んでいくかもかしれません。あと何か誰か言ってました？なんかミルキーさんとかって言ってました。犬とかやってみてほしい。確かに。もう成り立たないですよ絶対。とりあえずあの子の足切りで。あ、じゃあみんな暴走。大変さん。だいぶ力使いそうだね。頭使いそう。奈良24時間。えぐい。きつい。大変だ。でももう本当に。あのみゆきさんと近重さんは24時間か。面白そうじゃない？面白そう。なんかみゆきさんとかもやっぱ謎めいてるから、うん、まあ一日何してるんだろうとか。確かに。近重さんもずっとこう独り言とか言ってるから本当にどこまで言ってんのかなとか、うん、これやりたいんです、いつか。みゆきさんってずっと言ってる。なんかこの前公演出た時に、うん、袖でなんか急に喋りかけてきたんですよ。はけた瞬間になんやと思って、まだアンコールあるんですよ、うん、アンコールあるのにグリーンフラッシュは喋りかけてきて、うん、もうめっちゃびっくりしたんですよ、うん、袖やったんで、うん、そしたらなんか未来ちゃんが振り向くタイミング間違えたらミキも間違えちゃったって。かわいい。かわいい報告じゃん。お知らせ。そうなんですね。だってでも着替えなくちゃいけないですから。あ、早替えの時ね。早替えだったんで。お茶目、これこそお茶目エピソードだね、うん、めっちゃ間違えてました見たら。めちゃめちゃ間違えてました。
人で間違えた。いや未来はちょっと1秒ぐらい振り向くタイミング間違えたって向いたんですよ。ああ、それに惑わされたんだ。惑わされた。ですよ。ああ、ミキさん最後なんで簡単なんですけど。最後振り向くやつなんで。じゃあそろそろ終わりますか。はい、え、終わるんですか。終わります。ありがとうございます。見てくれて変な角度だったのに。え、かわいい。ランキング発表しますね。13位かっちゃんありがとう。12位ともすけ、11位ゆずきちゃん、10位ことはちゃん、9位ちなっちゃん、8位はりゅうさん、7位みずき、おみずきんぐありがとう、6位ゆうかちゃん、5位なつさん、4位ジュニアさん、3位のはらしんのすけのすけさん、2位みほちゃん、1位りょうたろくんありがとう、8位のはらしんのすけのすけ、ありがとうございました。思い出の写真みやびさん、ありがとうございます。本当に楽しかった。5位 KW さん、ありがとうございます。じゃあ4位大豆さん、またバイバーイ。何ですかこれ、合言葉ですか、内緒の共有言っていいんで。ほのぴーも奈良だって。ほのぴー9期生のほのぴーめっちゃ面白いの。あのダジャレの子、やっぱ奈良の子は面白い子って言うとちょっとあれだけど、子が多いな。じゃあまたありがとうございました。バイバーイ。